川崎市中原区にある武蔵小杉駅周辺で今女子バスケットボールチーム富士通レッドウェーブの16年ぶりのダブルリーグ優勝を祝う装飾が行われています。 JR 線と東急線をつなぐ連絡通路に優勝した時の写真が貼られているほか、駅近くにある中原区役所では記念の懸垂幕が掲示されています。6月4日には富士通レッドウェーブのエラ・モエカ選手と井森かりん選手が板橋中原区長とともに武蔵小杉駅を訪れました。レッドウェーブさんのこのバスケットボールを多くの市民の皆様にも知っていただきたいですし、ぜひファンの皆様にも武蔵小杉駅に来ていただいてですね、ぜひこれをご覧になっていただければというふうに思っています。エラ選手と井森選手は区長にサイン入りの優勝 T シャツをプレゼントしたほか、装飾にもサインをしていました。最初見た時にやっぱちょっとインパクトがすごいなって思って、あとはやっぱ嬉しいですね。レッドウェーブのことももっと知ってもらえるかなって思います。優勝してるチームだっていうなんか自覚をもっと持って、これからスポーツでそのこの街を元気にできるような活動がこれからできていけたらいいなと思います。武蔵小杉駅通路の装飾は6月23日頃まで行われる予定です。